さん、今現在ですね、トイストーリーホテルに泊まりに来たんですけども、カーテン開けたらびっくりしました。海が近いからですかね、大きい虫がいるんですよ、虫が。それにこれなんていう虫なんですか、わかる方いたら教えてください。ちょっとカーテン開けますよ、開けますよ。マジででかくてびっくりしたんですけども。窓に張り付いてるこれはなんだよ。どうも、シュンス TV です。皆さん、今日はですね、今からトイストーリーホテルに泊まりに行きたいと思います。ちょうど1週間ぐらい前も泊まりに行ったんですけども、とっても楽しかったので今日も行きたいんですけども、今日はどのおもちゃを連れて行こうかな。シュンス TV、 シュンス TV、 ポリスステンチ、よろしくお願いします。ポリスステンチ、一体どうしたんですか。シュンさん、くれぐれも気をつけてくださいね。前回トイストーリーホテルまでロッツォが攻めに来たわけですから。そうだよ、無事帰ってきてね。わーん。そうですよね、そうですよね。でも大丈夫ですよ、今回もすごく楽しい旅になると思います。今日は誰を連れて行くの。そうだよ、また全部のおもちゃ連れてってもらえたら嬉しいけど。そうだよね、パンフレットとポルカドット、今回はですね、持っていくおもちゃを絞りたいと思います。どれにしようかな。あ、そうだ、今質問コーナーで大活躍中のリトルグリーンメンとミスタープリックルパンツにしよう。我々は連れてってもらえることに感謝をする神様。おお、トイストーリーホテル最高だ。そこで一緒に演技の練習をしよう。他のおもちゃたちは今日はお留守番でございますけども、何かいたずらとかしないか、そこが心配ですよ。まあでも今日もトイストーリーホテル楽しみたいと思いますので、早速行きましょう。神様。はい、早速ミスタープリックルパンツとリトルグリーンメンでトイストーリーホテルに到着いたしました。泊まるのは2回目なんですけども、やっぱりまた来てもワクワクしますね。ああ、私はリトルグリーンメンと今日は一緒にラプンツェルの演技の練習をしたいんだ。そうだね、ミスタープリックルパンツ、早速入っていきましょう。もうこのホテルは一つのアトラクションみたいになってますね。中に楽しいスペースがいっぱいあって、トイストーリー満載でございます。おもちゃたちがゲストのために用意したホテルで、私たちはおもちゃになった気分で楽しめるんですね。うわー、ちょっと待ってくださいよ。早速中に入ったらミスタープリックルパンツのコーナーがあるじゃないですか。コーナーっていうのか、これ演技ですよ、演技。うわー、すごい、ハマロット。うわー、かっこいい演技。これはん、ハムプンゼル。ちょっと待って、ラプンツェルの演技をハムと一緒にやってハムプンゼルっていうのがあるじゃないですか。ああ、その手があったか。今度ハムと一緒にハムプンゼルの演技の練習をしたいと思う。今日はリトルグリーンメンたちと一緒にやろう。うわー、すごいすごい、ミスターブリックルパンツ大活躍じゃないですか。これはゴールデンタッチ、いや、なんだろう、これの元ネタが知らないですけども。あー、すごいすごい、こうやって映画の公開みたいにいろいろなポスターが貼られていますよ。これに関してはすごくクールでございますけども。うん、やはり私は演技の天才だ。どんな演技だってすぐにやってのける。早速部屋に行ってみんなで演技の練習をしよう。はい、早速トイストーリーホテルの部屋の中に入りました。私はもう館内着に着替えたんですけども、バズライトイヤーになった気分になれる館内着で最高です。そしてココちゃんが今つけているこのカチューシャはですね、トイストーリーホテル限定のカチューシャでございます。ココちゃんすごく楽しそうで、張り切りすぎて怪我しないようにね。大丈夫だよ、任せて任せて。さあ、ということで今日はですね、ミスタープリックルパンツがここでいろいろな演技をしたいと言っているんですけども、プリックルパンツ、今日はどんな演技をしよっか。あれ、ちょっと待って、シュンさん、窓の外に大きい虫がいるよ。何あれ、巨大な虫、マジかよ。ちょっとココちゃん、今からちょっと映したいと思います。うん、いいよ。ちょっとココちゃんとかミスタープリックルパンツが気づいていましたけども、窓の外に大きい虫がいるって、ちょっと映したいと思います。緊張する。窓の外に大きい虫が、一体どんな虫がいるんですか。あれ、ちょっと待ってください。ただただ綺麗な海が見える景色でございますけども、大きい虫なんていないじゃんよ、ココちゃんとミスタープリックルパンツ。一体どういうこと。もうシュンさん、やり直しだよ。その通りだ、シュンさんは演技が全然できてない。
我々は大きな虫がいる演技をしていた神様。そうだったのか。即興で演技をしてたんだね、ココちゃん。そうだよ、ミスタープリックルパンツ先生に教えてもらったんだね、先生。ああ、ココちゃんはもうすでに演技の天才だ。今日は窓の外に大きな虫がいる演技で盛り上がろう。いやあ、私は本当に空気を読み違えておりましたよ。即興で演技ができるみんなはすごいですね。皆さんもぜひ演技ごっこをやってみてください。よし、じゃあ今日は窓の外に大きな虫がいる演技で盛り上がりましょう。私が合格するまでしゅんさんは演技の練習だ。いやあ、ミスタープリックルパンツに合格をもらわないと外に遊びに行けないみたいなんですけども、皆さん窓の外には大きな虫がいますよ。あくまでも演技でございますけども、行きますよ。大きな虫、大きな虫、よいしょ、カーテンを開けていきました。うわあ、大きい虫だ。こ怖いよ。ああ、シュンさん、やり直しだ。テイク2と行こう。皆さん、窓の外にですね、大きい虫がいますよ、大きい虫が。ああ、シュンさん、もっともっと表情をつけて。皆さん、窓の外に大きい虫がいますよ、大きい虫が。開けていきますよ、開けていきますよ。ああ、シュンさん、素晴らしい、合格だ。最高の演技力だ。よかった、ミスタープリックルパンツ先生に合格をもらいましたよ。あれ、ちょっと待って、シュンさん、外に本当に虫がいるよ。本当だ、本当に虫がいますよ。ちょっと映してみたいと思います。ミスタープリックルパンツとリトルグリーンメン、ココちゃんが気づきましたけども、本当に何か虫がいますよ。ちょっとココちゃん、ちょっとさ、これ虫さん見つけたよ。ちょっと待ってください。あれ、ちょっと待って、この虫って、あ、もしかしてココちゃんがここに虫さんの絵を描いたんでしょう。そうだよ。でもさ、開けてみて。ちょっと待って、開けてみてって一体何。ちょっと開けてみますけども、ココちゃん、これ何、どうしたの。一体トイストーリーホテルって書いてありますけども、開けてみましょう。ちょっと待って、ハッピーバースデーシュン、最高の一日にしてくれよ、ウッディ、ジェシーって。ちょっと待って、これって、僕がさ、スタッフに頼んでおいたんだ。シュンさん誕生日近いでしょ、だからトイストーリーホテルのお祝いがしたいって。そうだったんだ、ココちゃんがやってくれたサプライズだったんですね。それにウッディとジェシーからのハッピーバースデーの手紙もすごく嬉しいですよ。トイストーリーホテルはこういうお祝いもしてくれるんですね。いや、すごく嬉しいサプライズでございますよ。ミスタープリックルパンツとリトルグリーンメンは知ってたの。シュンさん誕生日おめでとう、神様。ああ、今月はシュンさんの誕生日だ。私たちのサプライズ、これも演技の練習の一つだ。そうか、みんな分かってたんですね。だからココちゃんはそうやって虫さんが窓にいるよって最初に言い出したんですね。いやー、皆さん、まさかのサプライズでトイストーリーホテルで素敵な思い出ができましたよ。皆さんもトイストーリーホテルで最高のお誕生日を過ごしてみてはいかがでございましょうか。この後も引き続きみんなで演技をして楽しみたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。バイバイみんな。あの、ミスタープリックルパンツみたいに、あの、演技の練習やってみてね。皆さんもトイストーリーホテルに来ることがあれば、私の演技が飾られている絵をぜひご覧になってください。ミスタープリックルパンツに質問、ロッツォ、いつになったら同じ過ちをしていると気づくんですかね。ああ、ほんとその通りだ。毎回新しい仲間を洗脳してはシュンズ TV を攻めてくる。いつか本当にやられちゃうんじゃないかと我々もドキドキしている。ミスタープリックルパンツに質問です。コウノトリという電車をご存知でしょうか。その電車は知らないが、コウノトリは知っている。前に我々で演技の練習をした。鳥になって大空を羽ばたくのだ。我々には羽が生えてるコウノトリ、神様。プリックルパンツへ質問です。パリへ行ってみたいでしょうか。ああ、もちろんだ。ボニーはパリが大好きだった。よくパリのカフェでお茶を飲む演技をやった。実際のパリに私は行ったことがないが、ぜひ行ってみたいものだ。これを見てるみんなにお願いだ。チャンネル登録と高評価をしてくれ。そうすれば我々はもっと演技に集中ができる。チャンネル登録してくれた人は我々にとって神様。